ですね。はい、今日も TikTok あげました。応援行ってたお疲れ様です。お疲れ様でございます。こんばんは。はい。TikTok、 そう、あげたので見てください。お疲れ、ありがとうございます。綺麗になったね、ありがとう。それは嬉しい、ありがとうございます。そう、 TikTok、そう、あるんですね。はい、見てください。あれ結構覚えるの大変だった。振り、手振り、そう。そうです。今日の前髪、今日の前髪はさっき結構急いで巻いたので、そんな綺麗じゃん。でもいつもと変わんないかも。何回も見てるよ、ありがとう。もう見たよ、ありがとう。今日のテーマね、それめっちゃ思った。なんか、うん、すごい思った、あの曲。見て、青のこと言ってるのとほぼほぼ同じこと。そう、でも可愛いねって言われるのは別に恥ずかしくはならない、嬉しいです。だから可愛いと言ってください。可愛い服だね。これは結構前に着てたやつです。いつだっけ、いつかの、いつかの握手で着てた。2年前、いや1年ちょっとも、1年くらい前かな。振り付けはなんかありました。なんかそう、ちゃんと振り付けがあの曲についてて、それを覚えた。TikTok と同じ服だね。そう、 TikTok と今日撮った今日の服です。こんばんは、こんばんは。おいしちょうだい、どうぞ。たくさん、あ、でもたくさんはもらえないんだから、ぜひもらってってください。クラブありがとうございます。TikTok についていけなくて悲しい？大丈夫です。TikTok はあれです。あの、アプリ入れて、普通に見るだけです。調べて。全然大丈夫です。初見さんや星もらいに来た方、ハートをピンクにお願いいたします。お願いいたします。初見さんや星を、もらいに来てくださった方、はい、ハートをピンクにお願いします。そのうち生とか出れるかな。はい、ちょっと今ね、企画を考えてるんで、何を撮ろうかなって思ってます。そう、お貸しください、どうぞ。ハートありがとうございます。ついにお姉ちゃんに TikTok 紹介した。ありがとう、ありがとう。こんばんは、ハートありがとうございます。同じ方向性の、特に意識はしてないんですけど、
してないです。なんだろう、なんか、はいなんかあんな感じで、でも全然気にしてはないかな。編集は慣れた。編集まあ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 、うん、まあ、うん。でもあが今日あげたのはそんな編集してないのででもはい、 TikTok の編集は簡単です。他のやつはやったことないから。こんばんは。今日はどんな夢見たの？今日はなんかわかんないけど、なんかこう夢の話です。これは夢の話なんですけど、なんかなんかのレッスンがあって、でもメンバーも別に研究生でも1期生さんでもなくて、なんか知らない人たちがメンバーで、でその中でなんか歌のねレッスンがあって、で次のレッスンまでにこの歌詞を完璧に覚えてきてくださいみたいな言われて、まあ家に帰ってめちゃめちゃやる気満々だったんですよ。そう、あ、夢の話ですそうで、それでそう家に帰ってやろうとするんだけど、なんかそう後ででいいやって言ってだんだん日が過ぎていき、そうだんだん日が過ぎていって、そう気づいたらそのね、そう間に合ってなかった、間に合ってなくて怒られちゃったっていう、いや怒られてない、焦った夢を見ました。やばいってなって起きたそうだからね、怒られる前では言ってないんですけど、焦った時に起きましたそう、そんな夢を見た。そう、なんかすごい気をつけろよって言われてるみたいそう、こんばんは。なんか夢と現実をさ、なんかそう、何すごい夢で教えられてる感じがある。なんかよくでもあんまり覚えてる時は覚えるけど、こんばんはおちゃん、こんばんはおちゃん、こんばんはこんばんは。いや、汗かなり、いや、そうでもないです。なんかでもめちゃめちゃ焦った、めちゃめちゃやばいやばいってなったそう、めちゃめちゃやばいってなりました、夢の中で。そうポニーテール、そう今日ねポニーテールで巻いたんです。でもあんまわかんないけど、ちょっと巻いたんですよ。でもな、巻くのがね慣れてなさすぎて本当に。そうでね、そう最初にね、下ろして巻いてからポニーテールをしようって思って、でやったらなんかねちょっと違くて、なんかピアノの発表会みたいにな髪型になっちゃって、なんか巻きが巻き巻きになりすぎちゃって、でちょっとこれはやだなと思って、またねストレートに戻したの戻して、そう戻して、次は調べて やったらなんかポニーテールしてから巻くといい、巻いてて調べたらね、そうそれでで、またポニーテールし直してから髪の毛巻きましただからね、でも時計見てないからわかんないけど、
1時間は多分かかったと思う。そう、もっとかかったかな、でも時計見てないからわかんないんですけど。そうだから結構時間がかかっちゃった。そう、巻き巻きがすごい、あおちゃん見たかった。でもね、巻き巻きすごすぎて本当にピアノの発表会にいるような子になっちゃった。そう、ま、なんかめっちゃ巻いちゃって。そう、でも巻くの本当に難しい。なんかみんなすごい、みんなさすごいよね、みんな巻き髪してるじゃないですか、すごいなって思う。あとね、髪の毛の量がすごい多くて、下ろして巻くの、巻くとね、ちょっと下ろして巻くとなんかわーってなっちゃうんです。そう、なんていうの、なんかね、なんかピアノ、そう、ピアノの発表会みたいっていう表現が一番青的にはしっくりくる表現。そうそうなんですよ。本当になんかすごいすごいなと思う、みんな本当にね、できないの巻き髪が。髪の毛を扱うのが苦手で。そう、なんとなく伝わってる？よかった。そう、なんかそういう感じで、でも最近そう巻けるようになりたいなと思って練習してます。でも難しい、なんかできない。編み込みも、でも編み込みはねあんまりやったことないんですけど、たまにやったりもするんですけど、でもなんか綺麗に編み込みの仕組みはわかるんですけど、それをね綺麗にできないですよ。そう、綺麗にできるようになりたいけど。あの子供の頃の写真が見たい。本当に？なんか今日さ、子供の日だからさ、ちっちゃい頃の写真あげてるメンバー多かったよね。そんなこと、みゆみゆとテラヒをあげてたから。でもちっちゃい頃の写真さ、割とメールとかにあげるんだよね。そう、そうなんですよ。携帯に入ってる。でも反射しちゃうかな。反射しちゃうか。そう、こんばんは。そう、テラヒがさ2歳の写真を TikTok で上げてた。めっちゃ可愛かった。誰かしらからあおちゃんの日ってより言われなかった。子供の日はあおちゃんの日とは言われなかったよ。言われなかった。ちびあおちゃんも可愛い、ありがとう。ちっちゃい頃ね、なんだろう、でも顔変わってないと言われるけど、顔は変わった気がする。眉毛と目は全然変わってないかな。そう、眉毛とね目は変わって、いや、どうだろう、どうなのかな、変わったかな、まあわかんないけど。そう、子供じゃないよ。そう、大人だもんね、大人だから、大人だから。劇
焼きは用意できませんでした。大丈夫です。全然全然。今日も配信終わる頃にまた発表するので。お家で鯉のぼりをあげてました。あげてなかったですね。あげてたかな。全然覚えてない。トイロ公園で、確かにトイロ公園で青の写真上がった気がする。ちっちゃい頃の日によって大人に見えたり。そうかな。あーどうなんだろう。でも自分でさ、何、自分であんまり自分の顔はどうなんだろう。自分の顔を客観的に見れないから、どうなんだろう。メイクのにもよるのかな。まあ分からないけど、でもメイクと髪型で本当に印象が変わる気がするかな。うん、髪くるくる。そう、小さい頃はね、髪の毛がくるくるでした。そう、すっかり忘れてハンバーグ買ってきてしまった。大丈夫です。ハンバーグ美味しく食べてください。こんばんは。可愛いと綺麗どちら言われたら嬉しい？どっちかな。いや、どっちでも嬉しい。いや、どっちでも本当に嬉しい。どうだろう。どうかな。どうだろう。でも綺麗ってあんまりないかな。可愛いの方が多いかな、言われるのは。でもどっちも嬉しいです。どっちでも嬉しい。濃いめのリップでも大人びたか。確かに濃いめのリップ大人びた感じの。でも今日そんな濃くしてない。あんまりね、濃いリップ持ってなくて、公園とかでも全然つけないし、あんまり持ってない。ピンクかオレンジ系しか塗らない。いやでもリップって大体そんな色か。そう、そうなんです。ちょっと待って、可愛いと大人っぽいはどっちも嬉しい。でも大人っぽいもう嬉しいかな。でも可愛いも嬉しい。どうなんだろう。いや全然どっちでも嬉しい。うん、でも可愛いかな。どうなのかな。右上にエクボできてる。めちゃめちゃエクボ欲しいの。でもここにはできないんだよね。エクボある人すごい可愛い。エクボある人羨ましいから、エクボ欲しいんだけどできない。嬉しい。ある？青も初めて見た。これ？これかな。ちょっとわかんない。
そう、ゆう羨ましい、めちゃめちゃかわいい。でもね、テラヒナのエクボもね、めちゃめちゃ羨ましい、大きいんですよ。そう、エクボだ、こうやったらできなかったそう、エクボめちゃめちゃ羨ましい。ほう、そう、あ、でもね、ちょっとめちゃめちゃふんって笑ったのエクボできるの。でもふんって笑った時しかできないから、ふんって笑わないあはちゃん釣ってください。どうやって釣るんですか、わからないです釣り方がわからない。でもそうそう、ふんって笑わなきゃね、できないの。ふんってどんな時に笑う時、あのね、違う、エクボが欲しくて、どうやったらエクボができるのだろうと思って鏡見ながらねやってたの一人でどうしたらエクボができるかって。そしたらふんって笑うとエクボができるんです。でもふんって笑う時なんてないじゃん、ないの。だからふんって笑う、だからエクボはできません。エクボの経験そう、でもね無理なんで、もう最近は諦めました。結構前はちょっと本当にあのエクボが欲しくてやってました。でもね、できなかった。いや、できたんだけど、そのフッチしかできなかったからやめましたそう、そういうことをしてました。もうでも本当に最近はしてないですエクボが欲しすぎて、そういう無駄な努力をしてましたフ握手会でふーって見せてもらおうかな握手会ならいいですよ握手会でふーのエクボじゃあ見せます。次握手あったらふんってやるねそう、自然体の葵ちゃんしたくなる、ありがとう、押してください押して、そう、いや連休中じゃない、そんな最近の話じゃないですけど、でもいつか忘れちゃった笑うの、そうみんなで見に行こうそうだね、握手だったらさ、あれじゃん、青とその1対1じゃないですか、だからあんまり恥ずかしくない、あのふんを見られてもそうそう、その服の襟大きい、大きいかな、でもね、こうしてもこうしたらそんな大きくないよ。でも後ろのボタンをね止めてないだっけ、あ、止めたった、止めたったけど、そう、そんな大きくないですなんか握手会が再開してほしいな。ね、わかる、めちゃめちゃわかる、超わかるそうね、後ろにボタンあるからね、着るときつけるの大変、いや、うん、ちょっと大変ちょっと大変、アイナ先輩の開脚すごかった。青はでも毎日開脚してます、
倒れてるそう、寄り目できますか。いいよ、人差し指ね、指使うなら寄り目できる。できてる？できてる？嬉しい、おしめになってありがとう。でもね、手なくしたらできない。いい感じです。ありがとう。白目はね、この状態じゃできない。こっちね、やっても今やりたくないけど。やりたくないけど、こうやって、ちょっとやったらできる。白目。白目も小さい頃練習してできるようになったの。そう。こうやってやってね。まぶたを上げて、白目にはできるけど、手使わなかったらできない。こんばんは、こんばんは。私のうどん、うどん好き。みゆみゆのメールで青の変顔を受けて、そうなの？じゃあ青の変顔は別になんか、そうなんだ。いや、めっちゃレアじゃない？青だって自分でメールでも変顔あげたことなくない？全然ない。その服の後ろ見せて。いいよ。はい、見える。はい、オッケーはい、そう、ルームフォローしました。ありがとうございます。皆さんルームフォローしてください。まだしてない方本当に後ろにボタン、本当に後ろ、もう後ろにボタンがあるんです。日本語がそう、あおちゃんはお家で何飲んでますか？麦茶麦茶かお水か、あとリンゴジュースも好きです。ポニーテール似合う？ありがとう。ご視聴だい、どうぞ。初期ありがとうございます。繰り返し、今日は繰り返してない、よかった。昨日はね、本当に自分でもびっくりするほど言葉を繰り返していたよね。ココアは飲みますか？うーん、あんまり飲まない。夏、冬はたまに飲むかな。夏はあんまり飲まない。リンゴジュースおいしい、わかる。オレンジジュースも好きだけど、リンゴジュースの方が好き。リンゴが好きだから。コーヒーは、うん、牛乳入ってたら飲めます。本当にコーヒーっていうコーヒーは飲めない、苦くて。炭酸ジュースも飲めます。全然飲めます。お茶は何が好き？お茶？麦茶。服反対じゃないよ。普通に襟だってここについてるもん。ボタン後ろですよ。これが正解です。コーヒーはほぼブラックしか飲まない。めっちゃ大人。そのさ、コーヒーをさ、そのままのコーヒーで飲める人、めちゃくちゃ大人な、大人だなって思う。服反対のような気がしてきました。なんで？だってエリこっちにあるよ。
麦茶に砂糖入れてる、入れてないよ麦茶には砂糖は入れません。緑茶は飲みますか？うん、あんまり飲む、でもたまに飲む。こんばんは。コーヒーゼリーは好きです。全然食べれる。なんかわかんないけど。今の好きな食べ物は、今の好きな食べ物は、冷やしトマト。ご視聴だい、どうぞ。好きなスイーツはマカロンです。あと何かな？マカロン好き。シャキありがとうございます、こんばんは。古舘さんこんばんは。古舘さんです、こんばんは。そう、トマト最近好きです。なんか好きになった。昔は食べれなかったけどね。新潟は何でも美味しい。わかる、新潟は何でも美味しい。青はテレビ何の番組を、青録画もしないです、全然。なんか携帯でたまに見逃したの見たりするくらいかな。でもドラマはめちゃめちゃ好きなので見ます。ハートありがとうございます。新潟の桃太郎、桃太郎トマト食べたく、何それ、食べたことない。今日暑いから、すごい、かき氷いいね。かき氷いいね。かき氷はね、割と何でも好きですよ。でも一番好きなのはメロンといちご。お餅ありがとうございます。そうなの、そうです。雪見大福食べたよ。雪見大福ね、好きや、もちもちが好きだから好きだけど、最近全然食べてない。村長さんと連絡取ってる。村長さんと連絡取ってます。なんて取ったっけ。でも結構村長と LINE しますね、します。でも本当になんかくだらんことばっかめちゃめちゃくだらんことばっか。そう本当にそんな感じしか連絡してないけど、連絡してます。お待ちありがとうございます。アイスありがとうございます。東京は本日は白クマ、白クマいいね。なんかさ、白クマさ、白クマ美味しいよね、あのアイス。でも最近全然食べてない。そう、村長の TikTok わかる。はるかさ可愛いんだけどさ、必ず最後にさ変顔出してくるよね。もうそれもめちゃめちゃいいんだけど、めちゃめちゃ可愛い、めちゃめちゃ可愛い。本当に今日は村長の応援で4時40分起き、お疲れ様です。ちょっと待って、教科書がすぐそこにあるんだけど、キュッキュッそれが村長クオリティ。そう、はるかさ、はるかそんなさ、あのあれ変顔しないと思ってたんだけど、結構してる、してるよね。そう、わかる。手やけど全然大丈夫。なんかね、やけどして6時間くらい痛かったけど、夜になったら全然痛くなかった。青
の TikTok 好き、ありがとう、たくさん見てね。嬉しい、大人っぽくてびっくりだって、ありがとう。ご視聴代どうぞ。そうね、スクショタイム。待って、もうさ、ずっとさっきからさ、何時だろうと思って携帯見るんだけど、なんか時間見てない。今36分だった。36分、いや36分。そう、ありがとう。 TikTok のさ、めっちゃみんなさ褒めてくれるから嬉しい。そう、ありがとう。そう、36分。変顔でしょね、変顔ね。うんうん。あの、自分と今格闘しています。そう、でもね、青はそれよりまずあれを撮りたい、 TikTok で、あの踊るやつ撮りたいから、ちょっとそっちが好きかもしれない。そう、今日ね、今日踊るの出そうとして撮ったんですよ、今日この格好で。でもね、スカートがちょっと短かったから、ズボン履いて踊る。スカートの方がいい？そう、髪染めないの？うん、全然染めるつもりはないです。そう、そう、結構ね、スカートもうね、前これ着てた時はね、そんなスカート短くなかったはずなんだけど、そう、ちょっと短くなっちゃって、だからズボン着るか、ズボン履くかも。そう、ゆうちゃん星投げあおちゃんに聞いて教わったって言ってた。そうなんです。なんかさ、連絡が来て、わかるって来て、そうで、うん、なんとなくってなって、スナオが前にイベント出たじゃないですか。その時の、あの時間の表をユウに写真送って、あの青なりに説明はしましたけど、でもそれがちゃんと活かせてるといいなみたいな感じには。ご視聴代どうぞ。そう、多分身長が伸びたのかな、なんか分かんないんだけど。青の理想の身長は158か159か160です。それくらいがいいかな。うん、そう、でもさ、星投げって本当に難しいよね。仕組みも難しいし、仕組みは簡単なの、でも説明するのが難しいよね。だから、そう、ちょっと難しかった。そう、ちょうだい、どうぞ。どうぞどうぞ。
そうだね、そうです、そうだね、そうです。そう、説明がちょっと難しい。だから時間、そう、時間を配信始める何分前に何してほしいとか、45分前とか、そんな感じです。そう、3週実践しないと理解、そうね、難しそうで、ママもまだ3週したことなくて、そう、星ありがとう、どういたしまして。どういたしまして。そう、難しい。だから青もね、そう、前回のイベントの時はその3週を理解するのにとても苦労しました。苦労した、うん、そう、難しかった。から本当にファンの方すごいと思うって思いました。うん、おにぎりはたくさん、あ、NGT48 物語のことですね。結構たまりました。結構たまって、なんかあれじゃないですか、ストーリーを、これ NGT48 物語の話なんですけど、あのストーリー、何、話、ストーリー、話を進めるより散策した方が結構投票権集まる気がしました。青的に、そうって思ったかな、どうなのかって思いました。そうだよね、散策、そのさ、おにぎりって時間経つとあの集まるじゃないですか。だからそれであのおにぎり集めてやってます。そう、結構あの、そう、時間ができたらやるようにしてます。ちょこちょこずつ、そうね、そうに、しかもさ、あれじゃん、散策したらさ、なんかあれ出てこない？あの箱、箱が3個出てきてさ、箱が3個出てきてタッチするじゃん。タッチするとさ、そう、たまにすごいいっぱい出てくるんです。そう、そうなんです。一緒に頑張ろうね。ありがとうございます。青も頑張ります。貯めて、そう、だからそのジュエルもあるじゃないですか。それをね、このイベント期間中にゼロにしてジュエルも使う。そう、だからそう、箱が出て結構箱、3つの箱どれか1つ決めるの結構ガチで選ぶ。そう、プレゼントみたいなやつ、そうそうそう、それでやってます。あれ、ボーナスチャンスっていうの、そうなんだ、大当たりやと嬉しいやつ、めっちゃわかる、超わかる。そう、3分で1回復する、え、そうなんだ、じゃあ、そうなんだ、なるほど。じゃあ3分で1回復だから、そうなんだ、そういうことね、ちょっと理解しました。そう、なんかその増えるあれが分かんなかったから、どうなのかなと。そう、5時間でマックス、なるほど、5時間でマックス、今日集まってきてありがとうございます。そう、そうですね、
きありがとうございます。青の沼にはまって動けません。動かなくていいです。ハートありがとうございます。そうだから、あの、何そう、おにぎり貯めて散策すれば投票券もらえるので、あの、おにぎり貯めてみてください。ハートありがとうございます。そう、おにぎり貯めます。青沼はそこなし沼。なんかいいね、そこそこないってこと。じゃあどんどん沼だ。頑張って散策しまししまくります。ありがとうございます。お腹が空いて散策できません。それはあの、おにぎり、おにぎりを待ちましょう。かわいい、ありがとうございます。初期ありがとうございます。頑張るぞ、頑張るぞ。あも頑張れます。本当に頑張る。そう、頑張る。一緒におにぎり食べましょう。あおちゃん、リアルおにぎりは何味が好き？おにぎりは具が多めがいいのがまず一つと、好きなのは鮭、あとすじこも好き。あんま食べないけど、すじこ、すじことか好き。あと鮭も好きだし、でも梅干しはあんまり食べないかな。あとなんだろう、ツナマヨもあんまり食べないかな。あとなんだろう、イクラも好き。あと何、おにぎりって何入ってる？あー、昆布も好き。あ、おかかも好き。結構割と何でも食べます。あー、たらこ、たらこは焼きたらこより焼いてないたらこの方が好き。ツナマヨはね、あんまりマヨネーズが得意じゃなくて、ツナマヨはあんまり食べないです。明太子、明太子も食べるかな。でも結構割と食べれます。おにぎり、おにぎり上手に握れます。握れます、おにぎり握れます。でもおにぎりあんま素手で握らない。ラップ引いてご飯やって握る。ママがそうやってたから、そうやって握ります。のりはパリパリ派、パリパリ派が好きかな。塩おにぎりはあんまり食べない。でもあ、なんかわかんないけどね、塩おにぎり食べる子を見るのがめちゃめちゃ好きなの。本当になんか自分でもわかんないんだけどさ、塩おにぎり食べてる人が好きなの。塩おにぎり食べてる人を見るのが好きなの。すごい変だよね、分かってんだけど。そう、マッシー、マッシーさ、でもマッシーがよく塩おにぎりを食べてるっていうのもあるんですけど、そう、なんかあのパクパク感がめちゃめちゃ、何？なんかね、好き。なんかその塩おにぎりを食べてるあの小動物感といいますか、なんかそういうねのを見るのが好きなの。本当になんかわかんないけどすごく好きで、すごい、だから塩おにぎり食べてる人を見るのがなんか好きなんですよ。なんかでもね、なんかなんで好きなのかって言ってもね、説明はできないんだけど、なんか好きなの本当に。そう、
だからマッシーが塩おにぎり食べてるの見て、そう見ます。だからなんかマッシーも青がその塩おにぎり食べるの見るのが好きなこと知っててくれてるから、今日塩おにぎり持ってきたから食べるとき言うねって言ってくれるんですよ。そうだから今から食べるっていうときに見に行きます。そう見に行く。そうなんかさ、わかんないんだけどさ、めちゃめちゃさ好きなの。そのそうそう見せてくれるの、マッシーが。そのね、自分がね塩おにぎりをね食べるところをねわざわざ見せてくれるの、もう本当に嬉しい。マッシーありがとうそうめちゃめちゃ好き。だからさ、マッシーにさ塩おにぎり食べる配信してもらいたい。みんなに見てほしい。そう52分。あ、もう52分。じゃあ明日の晩ご飯発表しますね。あ、塩おにぎりで明日の晩ご飯は塩おにぎりで、塩おにぎりとあとなんかお好きなものを塩おにぎり、そう塩おにぎり簡単だね。鮭入れていいよ塩おにぎりとまあなんか好きな食べ物うん、あ、塩おにぎりじゃなくても何でもいいですよ。おにぎりでも、でも塩おにぎりでも明日の配信も20時から配信します。はいそういえば一回も、確かにブロッコリー出してない。じゃあいつか出しますね。てか青もさ、本当に最近ブロッコリー不足、食べてない。よくないわ。食べますねブロッコリー。明日も20時から配信します。混ぜ込みわかめ、混ぜ込みわかめおにぎりいいよブロッコリー卒業はしてない。多分メンバーの中で一番ブロッコリー好きな自信はまだ全然ありますだから全然大丈夫です。卒業はしてない、ブロッコリーからはこんばんは、こんばんは。何でもいいよブロッコリーのおにぎり、ブロッコリーのおにぎり美味しいのかな。でもさ、ブロッコリーに塩かけてそれをおにぎりにすれば青は食べれる気がする。ブロッコリーは団体で行かせて了解です。じゃあ今度明日の晩ご飯はブロッコリーですっていう時が来るかもしれないね今日はうん、ブロッコリーだったらご飯食べれる気がする。なんか分かんないけど、明日も TikTok あげてくれますか。あげるつもりでいます。何撮るかは自分でも決めてないけどあげるねだから見てね。ブロッコリーおにぎりなんか全然できたらで大丈夫です。全然塩おにぎりでも、はい、何でも大丈夫です。ご飯が進むブロッコリーの調理法確立。でもさ、塩かけたらさ、まあ塩味にもなるからさ食べれそう。毎日投稿したらそのつもりです。 TikTok そのつもりで頑張ってます。でも全然楽しいし、全然はい毎日投稿
したいです。スカート？じゃあさ、レキオ、あのさ、あのピンクの、あの最強ツインテールの時着てた服着てとろ、踊るやつ、撮るやつ、うん、そうします。そう、この前さ、昨日だ、昨日さ、そのさ、そショールームでさ、そう、黒Tを着てね、そう、着て配信したから、はい。だからあの最強ツインテールの時の、そう、今日のね配信でね、キヨッとしたの、昨日着なかったから。でもでもあれですね、はい、明日にします。黒 T めちゃめちゃ好き、 T シャツとかすごく好き実は。そう、パーカー、普通にあの女の子らしい服もめちゃめちゃ好きだし、スカートも好きだけど、でもパーカーとか T シャツとかすごい好き。わかる？この気持ち。モノトーン好きだよね。黒か紺か、黒か紺か白かな。ハートありがとうございます。メゾピアノはもう着ないです。あ、でも着れるのあるな、あります、着れるのあるけど、あのね、去年の夏に着ようとして買ったね服があるんだけど、メゾピアノの、それは今年も 着ようか。でもその去年あんま着れなくて、その服だから今年着ます。今年でメゾピアノ終わりにしよう。でも今年も遅いか、もうそんなことはないです。ん、そんな、ちょっとなんでもない。ピアノの国旗は苦手なおちゃん、その通り。なんかさ、あれな、え、待って、そろそろお時間、じゃあ59分、また明日、明日も20時から配信するので見に来てください。バイバイ、見に来てくれてありがとうございました。バイバイ、おやすみ、早いね、おやすみなさい、バイバーイ。明日は塩むすびか、なんかおむすび、おにぎり、でも塩むすび。おやすみなさーい。あ、スクショ、おやすみなさい。